かきたまチャンネルの吾妻雄心です。毎月恒例にはなってません。申し訳ございません。編集が間に合わなかったり動画を撮るのを忘れたりしていて、毎月恒例にはなっていないが、毎月恒例にしたいと思っているお母さんからの仕送り11月編でございます。今回はね、もうこれまでの学びを生かして撮って、まあ、なるべく早く編集して出してます。おそらく今日撮影しているのは、これは11月の8日の金曜日です。ですが、まあおそらく十何日かに上がってると思います。この動画の後からですね、私、ちょっとレポートとかテストがですね、立て続けにあるので、動画を1週間ぐらいお休みします。だから多分この動画が出て1週間ぐらいちょっとお休みすることになります。復活するのは11月23日の土曜日あたりから、ちょっとね、また動画投稿再開していきたいと思います。それまで、少しですね、待っていてください。ということで、今回は、これまで、まあ、いつもって言ってもね、あんまり動画出してないから、いつもよりね、かなり小さめの段ボールです。お母さんからは、食べ物を送っといたよという、一言ありました。さて、何なんでしょうか。あ、そういえばヒカキンボックスの動画見ましたか。私がね、先週の土曜日ぐらいに出してると思いますけど、土曜日か日曜日に、ヒカキンボックスの動画、皆さん見ていただけましたか。あれね、バンダイさんからね、ちょっと商品をいただいて紹介したんですけどね。こんなね、なんか裏側の話とかも聞きたくないと思う。お金もらってないですかね。お金もらってないからね、結構好き勝手やってましたけど、はい、商品だけね、いただいて。今もね、あ、今日流しちゃう。これ流しとこうか。じゃあこれちょっと今日流しときます。はい、開けまーす。あ、これあれだ、ポケモンセンターオンラインの大丈夫、個人情報載ってないかな、グッズにね、ちょっと当選したんですよ。それをね、そのクリアファイルがこっちの住所をね、指定したはずなのに間違えてね、実家の方に届いてて、それですね。クリアファイルが2種類だ。鳳凰ルギアのやつと雷光炎帝水君のやつね。2種類クリアファイル、2回ね当選したんで、はい、もらいました。ありがとうございます。あ、それからこれ iPad のケースですね。なんか汚いんだけど、私が使ってる iPad mini のケース、ちょっとね、これは頼んでたの忘れてたわ。これはね、お母さんに頼んで、大丈夫、匂いは別に、なんか汚いからちょっと綺麗にして使います。それからこれ、寒酸の島豆腐チップスアーサ塩。何これ。沖縄だね。沖縄県宜野湾市大蛇な株式会社赤ゆらさんの商品ですね。寒酸って何。沖縄の豆腐は味が濃厚なのが特徴です。食卓に欠かせない島豆腐をお菓子にしました。手軽に食べられる島豆腐チップス、どうぞパリパリの食感をお楽しみください。いいね、沖縄らしいもの入っててありがとうございます。他にもあって、めちゃめちゃ地元じゃん、これ。ビッグワンね。沖縄の人しか知らない。しかも沖縄県の中部に住んでる人しか知らない、おそらく。ビッグワンの、梅伝説昔味。これ美味しいんだよね。の種なしバージョンね。あとこれ、毎日海苔。これね、うちでずっと食べてたやつですね。たびたびね、この箱の中に入れてくれます。ありがとう。それから、何これ。ハイチュウっぽいチョコボール、グレープ味。なんでこれ選んだろう。でも私ね、ハイチュウグレープ大好きで、お母さん多分知ってたんだろう。ありがとうございます。あ、それからこれ、プリッツのお芋味、お札味ね。私ね、さつまいも大好きなんで、ね、これも多分お母さん知ってたと思う。お母さんすごいな。何度も言うけどお母さんすごいな。あとこれ、ほうれん草とベーコンのスープ。これめちゃめちゃ美味しい。これね、前も言った気がするんだけど、めちゃめちゃ美味しいからぜひ。味の素、クノール、ほうれん草とベーコンのスープ。絶対食べて。人生のうちで一回は食べて。本当に美味しいから。あれ？ BGM 止まったんだけど。これちょっと名前見せらんないな。ちょっとお母さんの会社の同僚の娘さんが、ハロウィンで、その米軍基地とかからお菓子をもらってくるらしいんだけど、その娘さんはあんまりそういうアメリカンな味のお菓子が苦手らしくて、私に毎年くれるんですけど、ちょっと何々ちゃんって名前が書いてあるので見せられないんですけど、なんとかちゃんの大収穫って書いてあります。これでもお母さんの字ですね。多分ね、めちゃめちゃアメリカンな味のお菓子がいっぱい入ってます。なんだろうなぁ。あれ？全然アメリカンじゃない。うまい棒明太味。とうまい棒明太味と
あ、アメリカンだわ。よくわかんねえキャンディ、よくわかんねえキャンディと、よくわかんねえキャンディと、スターダスト、スターダストって書いてある、よくわかんない、これ知ってる、チューイングキャンディなんだけど、めっちゃ歯につく。私銀歯持ちなんですけど、これ好きなんですよ。少しずつ舐めてます。それがもう一個と、エアーヘッズ、エアーヘッズって何、ウォーターメロン、スイカ味の、これも多分チューイングキャンディですね。私めっちゃ銀歯持ちなんだけど、あとこれなんだろう、あ、ヴェルタースオリジナルやんけ、ヴェルタースオリジナルです。これで以上、ありがとうございます。なんとかちゃん、ちょっと言えないんですけど。そしてこれ、これね、前生配信でも紹介したと思うんですけど、オーガニックティーツリークリーム、これですね。私のお母さんに聞いたんですけど、楽天で売ってるらしいです、オーガニックティーツリークリーム。これね、私どういう時に使ってるかっていうと、ちょっとね、出来物とかがこう、なんか今もおでこにね、ちょっとニキビあるんだけど、この出来物ができた時に塗ると3日ぐらいで治る。マジで、マジで1週間足らずでニキビが消滅する激ヤバクリームです。これね、なくなりかけてたんでちょうだいって言ってね、2本もらってきました。そして最後なんですけど、これ何リトルマーメイドの袋に入ってるけど、これなんだろうね。ちょっと開けます。ちょっとすいません、読みます。本名書いてあるのでそこだけ伏せます。あがつまゆいしんとしましょうか。あがつまゆいしん様、住んでる都道府県の名前が書いてあります。どこにする、横浜、横浜にしときます。横浜ライフ楽しんで、千葉利用、お母さんの会社の同僚の方です。ありがとう、仮面ライダージオのふりかけだめちゃめちゃ子供だと思われてない。あとトップバリューやんけ、パックご飯普通に重宝するやつですね。ありがとうございます。やった、そんなに、めちゃめちゃ可愛がられてない、お母さんの会社の人に。あんまり面識ないんだけどそう、このね、同僚の方のね、息子さんがね、どうやら私のことを結構懐いてて、私に、それでね、私と同じ高校に行くってね、言ってくださってて、ただね、まあ休養高校なんですけど休養高校はね、むちゃくちゃ厳しいんでね、ほんと、今多分中学生だと思うんで、息子さん、ね、しっかり考えてから進学してください。本当にね、死ぬ気で行かないとね、学校はやっていけないんでね、はい、頑張ってください。はい、ということで、様々いただきました。いや、一番嬉しかったのは、ちょっと、これかなビッグワンの、これ地元バレる気がするな。地元バレるかもな。ビッグワンのね、この上押し。これね、でもね、お母さんね、種ありが好き。私、種ありが好きだな。いやでも、これ本当に美味しいからね。ビッグワン近くにある人、沖縄で。はい、行ってみて。あとね、これ。もう何遍も言うけど、みんながチャンネル登録者数今1万何千人かいるけど、私、1万何千人かが全員購入するまで、私はこれをずっとおすすめし続けます。これ本当に美味しいから、ぜひ食べてみてください。ということで、以上、かきたまチャンネルのあがつまゆいしんでした。お母さんありがとう。パッパー。